皆さんこんにちは。合格をかけたこの一問、今回は時効について扱います。どうぞよろしくお願いいたします。今回解く問題は平成22年の問題28の選択肢5を確認いたします。こちらの問題です。A 所有のコーチを B、C の2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、 A が B に対してだけ時効の中断をしたときは B の取得時効のみ中断され、 C の取得時効は中断されることはない。丸か×かで考えてみてください。少しお時間差し上げます。この問題に関しては特に誤りの部分はありませんね。答えは丸ということになります。時効の中断はその中断の事由が生じた当事者およびその証券人の間においてのみ効力を有します。でこれを時効中断の相対効というふうに言いました。民法148条の内容ですね。一緒に確認しておきましょう。前条147条ですね。147条の規定による時効の中断はその中断の事由が生じた当事者およびその証券人の間においてのみそこの効力を有するという内容でした。まあ、時効によって利益や不利益を受ける人が複数人いる場合に関してなんですけれども、一人についての中断っていうのは他の人について効力を及ぼさなくて、で時効の完成を認めると、まあ、そういった趣旨なんですね。なのでその他人の権利関係には干渉させないという趣旨があります。根底にそういった考え方があるということですね。で今回の問題に関してなんですけれども、こちらですね、今回 A は B に対してしか時効の中断をしていないので、 B の取得時効だけが中断されて、で C の取得時効は中断されないということになります。C の権利関係には干渉させないということで、まあ、この問題は丸と正解の問題でした。今回148条に関連する問題確認いたしましたけれども、ぜひこの機会に、ご自身で6歩引いてみていただいて確認していただければと思います。それでは今回は以上といたします。お疲れ様でした。